してるから。こんばんはです。私もどっかに置こうかしら、うん、え、それ下かな、うん、こんばんは。今日はね、みちさんと、はい、同室なんですけども、はい、はい、さっきまで集まりをずっとやってたの、はい、私に構ってくれずにね。みちちゃんだってずっと寝てたり、うん、私はずっと寝てましたけど。そんなわけで皆さんこんばんは。というわけで皆さん、ツイッパ聞いてくれましたか？こんばんは。ちょっと前髪が割れてしまった、うん、ありがとうございます。私のアバターゲットしてくれた？え、あの履いてない、そう、月見ちゃん、そう、ありがとうございます。なんかワールドカップのギフトってあるですっけ？あれ、なんかトロフィーみたいなタワーくらいてきた。ありがとうございます。ちょっとまたお礼させてください。今日ね、みちさんがもう朝始発で新幹線乗るときに、うん、いや、もう勝ってるよって。そうよ、アベマ見ながら誰も見てなかったけど、誰とも盛り上がれずに。SDUs はあんまサッカー見てなくて、そうココアさんぐらいかな。そうだね、うん、でもココアさんいなかったから。なんかすごかったですね、サッカー。ねえ、ね、すごいすごい。おめでたい、おめでたい。サッカーボールとトロフィーあるらしい。あ、やっぱそうなの。え、本当だ、サッカーボール。今日作られたんですかね、ワールドカップから。すごい、おめでたモードだ。日本おめでとう。パチパチ。あ、これも気になるんだね。すごい。さっきね、ミニストップに行ってきたんですよ。そう。そしたらね、これ出していいのかな。いいんじゃない。なんかちょっとあのセンシティブ、ちょセンシティブなお菓子があって買ってきたんですよ。これ見てください。これちょっとちっちゃいキノコ、チョコの木ちっちゃいチョコの木、ちょっと、はい、じゃあこっち、はいはい、取って大丈夫で、あの食べ比べしようと思って。あきちゃんが買ったのがこれ、キノコの山。これみちさんが買いました。でもこっちはキノコで、うん、こっちはウッドだから。こっちが買ったのがこれ。そう、だからちょっとイヤホンつながった。あら、食べ比べしようかなと思います。絶対味は一緒やん。いやいやいや、原材料とかね、純チョコレート。よかった。あ、こっちで来た。あかん、私もわかんない。もういいや、これ入った。うわ、あらら。はい、じゃあまず、うん、安定の、じゃあ山から、山から馴染み深い山、馴染み深い。私キノコ派なんでね。うん、はい、見て、あ、YouTuber はい、これが普通のキノコの実です。安定のね。いただきます。うん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 う
いいサクサク、うん、チョコの量もねいい感じで、うん、では、はい、木の方、まあ、なんていう名前だったっけ、ちっちゃいチョコの木、うん一回比べてみて、あ、確かに、こっちがちっちゃいチョコの木、馴染み深いやつ、これがちっちゃいチョコの木、でもちっちゃいチョコの木の方がなんかあれですね、先頭が丸くないっていうか、うん、平べったいです、結構違いがあります、うん、はい、
じゃあいただきたいと思います。いただきます。いただきます。ないないない。今からさ、うん、自分がさ、うん、おきちゃんにアンチするからさ、うん、おきちゃんはどっちを食べたかって言って。ああ、了解です、了解です。オッケーオッケー。じゃあ目つぶとって。オッケー。はい、ということでここにね2種類ございます。はい、こっちで。はい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 。うん、わかるかな、これは、うん、キノコの山。おお、すごい。やっぱ口に入れた時の形。うん、うん、形か。うん、それどうしようもないね。でも味は、うんうん、結構ね、うん、双子、うん、双子どちらかといえばキノコの山の方が、うん、お兄ちゃんっぽいどういうかでもクッキーがこのチョコの木は、うん、なんかチョコのところで止まってる気がするんですよ。うん、本当に、え、わかんないけど、キノコの山はこう検証してみてください。え、舐めろってことなんかそんなに、なんかキノコの山はここまでクッキーがある気がするんですよ、うんうん、最後まで、うんうん、これはなんかここら辺までしかない気がする。あ、もうチョコのとこはチョコだけでひっつけとるみたい な感じがあるんですよ、うんうん、あ、全然いっぱいあっためっちゃいっぱいあった。私が思ったのは、うん、あのこのちっちゃいチョコの木は、はい、全部がミルクチョコレートで、あー、キノコの山は上に、うん、あのちょっとビターなやつがコーティングされてる、ちょっとグラデーションみたいな、確かコクが。じゃけんちょっとお兄ちゃん、うん、ちょっとお兄ちゃん、うん、うん、ガチギそんな怒る、ね、人生でそんなそこまで怒れるってぐらい怒る、ね、おきちゃんがよく言うね、まあ、私がよく言うのか、うんうんうん、いや、おいしい、おいしい、どっちもおいしいでしょ。お茶に合いますねうん、ちょっと目つぶってみてくださいよ。いけ、はい、なんか想像通りだし想像以上に一緒だった。確かに見てる？見てないは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 い、あはは、目つぶって探って食べるね。加える力が弱かった。あ、もう手で分かっちゃった。あ、うん、さてどっちだ、木？正解。うん、まあでも分かるってことはやっぱ、あ、ちょっと味違うわ。うんうん、やっぱチョコの部分が違う。うんうんうん、まあやっぱりね、この商品は全然、うん、ね、他人の、他人のオリジナル商品ですね、うん、個性がどっちもあります。美味しい、うん、わ、かわいい、ありがとう。
え、キノコ派ですか、チョコ派、タケノコ、タケノコ派、タケノコ派だったんじゃけど、最近キノコになった、うん、お、ようこそ、そう、キノコ群へ。タケノコの方が甘いじゃん。うんうん、甘々なのかね、苦手になってきた、うん、ちょっと大人になったんですかね。そうそう、推し変、うん、でもこの木の方はさ、タケノコチックな甘さじゃない？あ、確かに甘いチョコは、うん、めっちゃそうなんですよ、うん、誕生日おめでとう、ありがとうございます。え、クッキー、ん？クッキーの違いないよね。クッキーの違いはないはず。色ぐらい、ね、皆さんはキノコ派ですか、タケノコ派ですか。私はキノコ派です。私も小学校の時はタケノコ派だったけど、うん、もう今ではすっかりキノコの山に魂を捧げてます。え、タケノコ、え、タケノコ、ん、タケノコがクッキーじゃなかったっけ。あ、そうですね、キノコがビスケット、うん、クラッカーって書いてあるでも、うん、え、クラッカーだったんですか、ね、ビスケットかと思ってた。マジか。なんかキノコタケノコの話したらコメント欄が荒れちゃうらしいです、うん、なんで、え、やっぱ自分の気持ちが強すぎて、そうそうそう、戦争になっちゃうから、昔はキノコとタケノコだけじゃなくて杉の子もいたのって。杉の子、杉の子ってどんなの。杉の木ってことですか。じゃあモミの子とかもあったんですかね。どんなの。タケノコに里とかキノコに山って名付けるのがなんか常人の発想じゃないですよね。確かに、ね、じゃあなんかそれっぽいの作ろうや。でも山、谷、あれキノコの何でしたっけ、タケノコ、あ、里か、うん、だから谷、畑、畑いろいろできそう。タケノコの里のクッキー部分にブランデーをつけて食べると美味しいらしい。美味しそう。杉の子ってどんな形なんじゃ。杉ってあの杉花粉の杉なんですかね。うん、あ、村、村、なんかキノコ、タケノコ、杉、あ、ノコシリーズってことなんですかね。杉ノコ、うん、じゃあ数ノコの数ノコの、うん、谷数ノコってお魚よね。お魚ですよ。他になるかあるかな。土ノコ、土ノコ、土ノコの土の子の何、土の子の何だろう、皮のこのこ、うん、のこのこ、マリオのね、うん、漢字一文字で終わらんといけないもんね最後は。そうですね、だから難しい。しかもちょっと自然シリーズっていうか、うん、自然シリーズでいかねばいけない。のこ、のこ、のこ、ハチのこ、ハチのこ、ハチのこって、うん、あの高級食材、あの巣にいるやつですよね。そうだ、ハチのこの巣はもうそのままないそのまま、ま、ま、難しいね。うん、そう考えたらキノコの山とタケノコの里はすごいネーミングセンスがいいの考えた。うん、思いついたよ。いこうよ、のこ縛りと、うん、一文字漢字しおりよね。はい、あの子のとりこ。ん？ん？どこか
すごいもうガンガン純粋な眼差しでこっちを見てきてびっくりだ。違う、干せられてたもん今。字余り綺麗じゃない。まあまあ、うん、あの子の鳥か、うん、恋恋あ恋恋あえむずっのこのこか。うーん、これもうラップ対決みたいな感じですよね。もう韻を踏むしか。確かに。え、あ、トリコは漢字のトリコね。うん、うーん、難しい漢字。のこシリーズは一個考えたんですよ。お、あ、最後の漢字が、うん、じゃあ それだけちょっとください。そしたら私のそれに合わせる。どういうこと、漢字一文字だけってこと、うん、欲しい。金。私も考えてたやつ、はい、いきます。風の子の金。ゆるい。風の子って何。元気の子。うん、子供は風の子、元気の子。いいです。急にお金になっちゃった。うん、はあ、まあまあ、もちもじゃあのこのこは考えた。一文字ちょうだい。感じ、じゃあどうしようかな。村。どの子の村。ん。うん、どの子って。どの子、あの子、この子みたいな。もうなんかその子の、その子の土地。ん、コメント欄がうんってなっちゃった。私のコメント欄もみんなもはてなはてな。厳しいです。大喜利って難しいですね。ね、すごい大喜利できる人、うん、楽しんでる。普通に、うん、のこのこ縛らんさ、はい、ののだけ縛りで、あ、なんとかのなんとか、うん、美味しそうな、ガチで美味しそうなやつ、うん、うーん、お菓子で商品開発するとして、うん、枯れそうな、山口の月、うん、もうあれやん。もうあるやんそれ。丸々の丸々、博多の塩。すごい。え、萩の月。博多の塩って広島よね。え、そうですか。瀬戸内か。おお。もう結構ありますよ、流通してる商品。まるまるのまるまる。まあ確かに幅広いね。のだけだったら、うん、ね。もとかにしたらどうですか。愛媛。も？うん。まるまるもまるまる。めっちゃむずくない？確かにむずいか。何？も、うん、全然出てこない。まるまるもりもり。これ食べてみよう。あ、ガムのように硬い。うん、え、すごい新商品。パスティーユ。お、硬い。うん、うん、すごい。ガムのように硬いグミ。うん、パスティー。硬いですか。うん、
なさそう。あ、ほんとだ、見た目グミ。ありがとうございます。グミやから見た目も何も。うん、歯ごたえ、硬いですね。硬い歯が折れちゃう。うん、パワー。何の意味？え？タワーじゃなかった？違う。パワー。タワー浮き来てないけど。パワー。なんでいきなり筋肉？硬そうだから。組めんかった。気持ちよね。うん、いやー。みっちゃん好きそう。家で一人でやってるでしょ、筋肉のネタ。うん。へえ、やっぱり出ると思ったんですよ。でも最近は、うん、サンシャイン池崎さんが好き。おお、YouTube めっちゃ面白いよ。面白いですよね。じゃあどうぞ。じゃあどうぞ。どうぞどうぞ。あれ遅いな。怖いよ。やばやば。みんながジャスティスって言ってる。あれ見て、 YouTube 見せてきましたよね。そうだ、なんだっけ、うっせーわ歌ってみた、面白かった、うん、サンシャイン池崎さんのうっせーわ歌ってみた。あー、うまペガサス覚えてる。なんだっけすごい、ところどころにうまペガサスネタを。ケンタウロスで終わるんよ、うん、ケルベロス、よく覚えてますね。あー、うまペガサス、ケルベロス、カルピス、ケンタウロス。すごい覚えてる。めっちゃ好きで面白かったね。面白いよね、うん、となんかエンドレス焼きそばとか、はいはい、そんな焼きそばのお湯を、うん、その3分待って、うん、次のその、うん、なんて言ったらいいのかね、お湯を使い回していくんよ。はあ、はあはあははあ、それでどこまで湯切りしたお湯をもう一回入れるってことですか。そうそうそう、ほうほうほほ。あ、別の焼きそばに。うん、あー、なるほど。それでエンドレス、もうなんか何個までいけるんですかね。3個が限界、いけるでしょみたいなスタンスでうんうん、やってるんよ。すごい、誕生日おめでとう。ありがとう、サンキューやで。おきちゃんの流行語は？私の流行語？何が流行っただろう今年。ちいかわは私じゃない。ちいかわをでも毎週本当に欠かさず見てますね、うん、今日も今週のちいかわ YouTube でちゃんと見てきて、ちいかわ8割がね歌っててダンスして、うん、結構難しい歌歌ってましたよね、うん、え、どんなだっけ、忘れちゃった。リズムがね、そう、リズムが、ちいかわあれ何分ぐらいある？1分とかじゃないですかね。2分もあるかな。 YouTube で見て、うん、見終わった後におきちゃんが、うん、なんかふんってなって、今週も良かったってめっちゃ面白かった。ちゃんとアニメとして楽しんでますからね、うん、浸ってた1分で、うん、1分で満足だった。満足できた。もう55分ですって。早いですね。早い早い。今日も私たちのホテルの部屋
新婚さんルームみたいな、うん、いつも机が向かい合うね、いつもよね、うん、だから今日ご飯ずっともうえそんなことあるっていう。で、おきちゃんと泊まる時ぐらいしかこの机ないかも。そうなんですよ、いつもだいたいこのね、うん、早いね、早い、もう終わってしまうよ。それなりに距離はある。あの、確かに机、本当にご家庭の机みたいな。ご家庭確かに。そう、あと3分じゃあそろそろ壇上を読みましょうかね。引き出しね、すごい、お収納すごい。では読みたいと思いますね。あ、じゃあ先にいいですか。どうぞ。失礼します。13位ワイリンガルさん、12位ソウリュウさん、11位師匠さん、10位リュウキケンさん、9位タオさん、8位ザックさん、7位ホフマンさん、6位テリーピーさん、5位マッカさん、4位カズノリさん、3位ジェリーさん、2位バンボイさん、1位トートーさんでした。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。ではどうぞ。はい、エムブラルーム読みます。13位 35mm さん、12位ホゼさん、11位マサジさん、10位ブルーさん、9位長谷川さん、8位坪井祐介さん、7位イギータさん、6位ナッカンさん、5位マルトモちゃんさん、4位テレビーさん、3位昔からおじさん、2位楽しいヨドさん、1位はトルルンちゃん、タムちゃんさんでした。よろしくお願いします。そして22位はトルルンちゃん、フーちゃんでした。おやすみ、ありがとう。とわちゃった、ふーちゃんでした。22位ということで、明日ははい、ベストアーティスト、ベストアーティスト見てください、ぜひ。ちょっとね、今までの音楽番組さんとちょっと違う感じでね。そうなんですよね、結構また演出とかも新しくなってるので、うん、楽しみにしてください。はい、というわけで皆さんおやすみ、ハッシュタグよろしくお願いします。お願いします。おやぽみ、なんかいつものないんですか。おやすみちゃん、あ、おやすみちゃん、また明日、さよなら、おやぽみ、ありがとうございました。意外とこの時間が長いあ、クリスマスコンサート当落出たのか、うん、楽しみだ、クリスマスも。ありがとうございました。59分、お、もうちょっとで終わります。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。まだ30秒ぐらいある。あ、意外と意外とあります。最初はグー、じゃんけん、はい。チョキを出しました。いや、サザエさんの真似っぽくしたけど、いやいや